はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちら、ホンダアクティ、型式 HH5 ですね、こちらのアクティのですね、オルタネーターの交換、こちらをですね DIY していきたいと思います。はい、こちらね、リビルド品で、取ってあります。まだパッケージも開けてないんですけれども、こちらのねリビルド品のオルタネーターに、これから変えていきたいと思います。何しろね今日一人でやってるもんですから撮影がいまいちかもしれないですけれども、頑張ってやっていきたいと思います。それではですねアングルが変わります。はい、今ですね荷室の方に来てます。こちらね四角い、蓋がありまして、こちらね4本ボルトを外しました。これで14ミリですね。こちらを外さないとこの蓋が外れません。で、こちらの蓋ですね、こんな感じで外れてきます。そうすると、エンジンが、出ますね。はい、でオルタネーターはですねこの位置にあります。で、今回ですねこちらリビルト品のオルタネーターですね、こちらをちょっとパッケージ出していきたいと思いますね。はい、こちらね、信越電装さんですね。こちらのですね、ところはですねかなりこう信用のおけるリビルトのメーカーさんになっております。はい、まるで新品のような、オルタネーターですね、こちらが出てきました。はい、だいぶ綺麗ですね。すごくいい感じです。はい、それではですね、作業を、するにあたりましてですね、これからちょっとまた準備していきたいと思います。使う工具などですね、ちょっと私も初めてやるもんですから、その都度、ご説明ね、していきたいと思います。はい。それではですね、じゃあ、次の方の段階に参りたいと思います。はい。それではですね、一応準備ということで、邪魔になりそうなものはね、どんどん、とりあえずね、抜いていってしまおうと思います。はい。この辺のね、ワイヤーとかはね、きっと邪魔になりますのでね、外しといた方がいいかなと。これを取り出すわけですからね。はい。よいしょ。まあしかし、大変そうですね、これなかなか。それからですね、手順としてはこのカップラーとここにね B 端子があるので、それを抜くことということですね。いやーちょっと硬そうですね。ちょっと、道具を持ってきます。はい、今ね、ちょっと道具持ってきまして、こちらカップラー外れました。こんな感じですね。で、この下にですね、B 端子があるんですけれども、どうもこれちょっと前に変えてあるみたいで、本当はね、ここがこうつくはずなんですけど、さらにこう延長加工してありますね。まあ、やりにくくて、延長加工したんでしょうね。まあ、逆にこれでね、私はちょっとやりやすくはなりましたけれども、これね、遠ミリでね、ついておりますので、ちょっとね、ラチェットが入りづらいので、短いですね、板ラチェットを持ってきます。はい、すごく硬いのでちょっと長めのメガネを持ってきました。それと余談ですけど、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、この作業をね始める前に必ずバッテリーのマイナス端子はね外してくださいね。はい、よっ、あ、硬かったけど緩まりました。ちょっとねなかなか手がね入りにくいところなんですね。ですからコンビネーションのスパナガーでね、ある程度回して、それでも手で回るところまで来れば、手で回したいんですけれど、これ狭くて指がつっちゃいますね。はい、よいしょ。ちょっとね体勢がきついんですけれどもね、ここでも取らないとこのオルタネーターも取れませんのでね。はい、よいしょ。ちょっと頑張ってここを取ってきます。はい、実際ですね、配線として付いてるのはこの2箇所ですね。このカプラーと B 端子、アースを取るところですね。こちらが付いてますので、これをね、まず外すのが先決ですね。はい。よいしょ。なかなかね、あ、外れましたね。長かったんですけど、こんな感じのナットが付いておりますので、
これで端子的なものは外れます。ました。よいしょ。なかなかこのね、端子がね、よいしょ。はい。こんな感じでね、外れましたので、この後ですね、本体をね、取っていくんですけれども、本体取るにですね、結構ね、これも大変そうで、まずこのベルトにね、カバーがあるんですね。このベルトをですね、外していかないと、たどり着けないんですね。はい。このね、カバーを外すのが大変だって、人から言われてはいるもんですから。よいしょ。一箇所だけでね、止まってるわけじゃなさそうなので。よいしょ。じゃあちょっとね、この辺はね、また、外していきますので、すごく時間かかっちゃうと思いますんでね、外した後またダイジェストで場所をご説明していきたいと思います。まずここの今、上を抜いてます。はい、それでですね、結局ね、リアタイヤを外しました。左のリアタイヤはですね、外さないとちょっと作業がやりにくいですね。で、この先に行きますとね、ここ全体がね、さっきのね、ベルトカバーになってるんですね。ですから、この辺のね、ボルトまだね、3箇所最低ですね、外さないといけないので、まずここ1箇所。で、ここ1箇所。ここか、ごめんなさい、ここ1箇所。で、ここですね、1箇所ですね。で、これを外してきますので、後でですね、何箇所ボルトがあったかっていうのは、ご説明したいと思いますんで、またですね、一回切り替わります。はい、カバー外れてきました。ね、かなり結構めんどくさかったです。今ね、所定のところにね、ボルト今入れてますね。ここ1箇所。ここ1箇所。で、ここ1箇所で、上のやつとともじめですね。ここも1箇所。これ上のやつとともじめですね。で、ここ1箇所。で、これね、ちょっとね、これだけボルト形状違うんですけど、ここに入りまして、これを外さないとですね、変えられないということなんで、結構めんどくさいですね。はい、ディーラーさんとかで、1万円前後でやってもらうんだったら、全然安いと思います。はい、ご自身でやられるんだったら、めんどくさいの覚悟で、やられてください。はい。それではですね、もうだいぶここまで来たら、次のところね、進めやすいと思いますんで、次の段階行きたいと思います。はい、何かおかしいなと思ってましたら、もうベルト、もうこんなぶっちぎれて、もうこれだけしか残ってないような状態ですね、オルタネーターベルト。もうエアコンベルトも、まあ、あとはちぎれるばっかですね。これもちろん、これからベルトも新調いたしまして、やっていくんですけれども、まあ、一応正規の形でベルトも外しまして、オルタネートもね、この際だから交換はしちゃいたいと思いますんで、またその後、やっていきたいと思います。はい、これね、見えてるのがこれオルタネーター。これがエアコンのコンプレッサーですね。はい、これね、外掛けの方がエアコンのコンプレッサーになってるので、エアコンを、のコンプレッサーを緩めて、ベルト外して、その後、オルタネーター、緩めて本当はベルト外すんですけど、ベルト切れちゃってるから外す必要もないというか、あれなんですけれども、まあ取り出さなきゃいけないので、その段階をどんどんやっていきたいと思います。はい、それではですね、ちょっと見にくいんですけれどもね、ここのところがですね、エアコンのコンプレッサーになっておりまして、ここのね、ところにボルト見えると思うんですけれども、これがスライドボルトっていうんですか、なってますのでね、ここ12ミリなんですけども、ここ緩めます。もう緩めてあります。で、それからですね、下の方に行きまして、ちょっと一回アングル変わります。ここのボルトですね、ここね、コンプレッサーの下のボルトになってますね。これ14ミリです。上は12なんですけどね、ここは14ミリですね。これを、まあ、さっきもちょっと一回緩めてあるんですけども、これ緩めますね。十分緩めますとですね、ベルトが、外れるぐらいね、コンプレッサーが動いてくれます。はい。今ね、それで、コンプレッサーがね、動いたので、これね、ベルト外していきたいと思います。すいません、ちょっと上からじゃないとやりにくいんで、ちょっと一回アングル変わります。はい。今ね、ベルト取れたんですけれど、見てください。これ、オルタネーターベルト。もう、ベルトの手をなしてませんよね。はい。これじゃあ、もちろん発電は無理ですよね。
すいません、ちょっと電気が消えましたので、ちょっとお待ちください。すいません、サイドです。こちらね、オルタネーターベルト。で、こちらのですね、エアコンベルトももうカピカピですね。もういずれ時間の問題です。それからですね、これオルタネーターまだ緩めてないので、これね、緩めまして、これから取り外しにかかりたいと思います。まずはですね、ここの上のスライドボルトっていうんですか、ここを緩めてきますね。そしたらね、ここの大きさが、多分12か14ですね。12ですね。左回しですね。はい。よいしょ。これ十分緩めます。はい。そうすると、オルタネーターも動いてくるはずなんで、下も緩めないとダメですね。はい。じゃあちょっと下を緩めます。もう一回止めます。下わかりますか？ここですね。ここの部分ですね。ここのボルトがですね、オルタネーターの下側ボルトになります。これはね、もう緩めて外しちゃうような感じですね。はい。まだね、オルタネーターの最後の逃げ道もですね、作ってないので、ちょっとそれも確保しつつ、上の方で作業していきたいと思います。はい。オルタネーターのですね、上と下のボルト今外しました。ただですね、ここのね、パイプが邪魔をするので、ここのね、ブローバイのホースかな。こいつをね、とりあえず抜きました。で、ここの細いやつはですね、クーラントが通ってるってことなので、抜くと厄介なので、できればずらして取った方がいいという情報がありましたのでね、ここをちょっとね、知恵の輪状態でね、外していきたいなと思っております。ちょっとね、難航はしますけれども、ちょっと外さないものは外さないで、やっていこうと思います。はい。一番ね、スペースが取れるところでやっていきたいと思いますね。ちょっと抜けそうになったらね、また、回しますね。はい。はい、そうしましたらですね、ここのね、ブロバイのホースを抜いて、さらにこっち側も抜くとね、結構こう、自由度が増すんですね。これクーラントの線は抜かない。抜かないでおいて、ここちょっと知恵の輪状態ですけれども、ちょっとなんとか引っこ抜くと。そうしないとね、後でこれエア抜きが大変な車なんでね、できればこの状態で抜いてあげると。はい。はい、抜けました。はい、ちょっと大変でしたけどね。やってできないことはないですね。はい。では、これから新品のオルタネーター。はい、こちらです。新品じゃないです。ごめんなさい。リビルドインのオルタネーターですね。ここもやはり、ここをね、ちょっと知恵の輪状態ですけれども、広げてあげて、スコッと入りましたね。はい。でね、今度見るとね、B 端子とね、アースの、B 端子とカプラーの位置がですね、変わってるんですね、今回ね。ちょっとびっくりしました。はい。ちょっとあれですね、位置が、ちょっと逆でしたね。はい。それではですね、すいません。これもう少しね、所定の位置に戻して、はい、こちらですね。ここも中ですね。はい、こちらですね。こちらですね。こちらとこちら。はい。一回ね、ちょっと位置合わせて、ボルトをね、組んでいきたいと思うんですけれども、ま、ベルトもね、かけなければいけないので、もうほんと仮付けで、やっていこうと思います。はい。それではですね、ちょっとね、また、整いましたら、こちら回していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、見えますでしょうかね。こちらね、オルタネーターの下のボルトですね。こちらからまずね、ある程度差し込んで、手締めで、止まるところまで、やってください。それからですね、上の方のステーもさっきですね、緩めてしまいましたので、まずステーを固めて、それから上の方の調整ボルトの方ですね、こちらをまたゆっくりつけていくんですけれども、その時に、ベルトもかけていきたいと思います。はい、またアングル変わります。はい、ここのね、オルタネーターをね、スライドするところの、このステーですね。これね、ちょっと先ほどね、オルタネーター外すためにね、緩めちゃいましたんで、これね、右にね、
ごめんなさい、12ミリですけれども右にこう締めていきますね。そうするとですね、もう右の方にしか、に止まる位置があるのでね、そこにしか行かないようになってますのでね、ここちょっとそのままきつく締めてください。これがね、ブレちゃうとオルタネーター、ブレブレになっちゃうんでね、ここをしっかりこうある程度のトルクで締めますね。はい。で、そうしましたら今度はスライドの方ですね、オルタネーターがスライドで動ける場所ですね。はい。そこに位置を合わせてあげます。すいません、間違えました。そうじゃないです、これちょっと緩めに、もうちょっと緩めにしなきゃいけない。で、オルタネーターの、上ボルトですね、こちらは先に合わせることが必要でした。すいません、間違ってました。この上のね、スライドのボルトのところ合わせて、はい。で、一回仮止めしちゃいますね。はい。このオルタネーターが上下に動ける場所ですね、ここが正しい場所ですね。はい。ここが正しい場所なんで、ここで、ステイの方を止めます。すいません、さっき勝手なことを言いまして、嘘ついちゃってまして、これはね、スライドが上下に簡単に行くようにしてあげないと正解ではないですね。はい。で、ここで固めてあげます。で、まずね、ベルトをちゃんとかけてあげてから、他のところ、ボルトの固定です、機体の固定ですね、これをしていきたいと思いますのでね、ちょっとね、また一度止めます。はい、それではね、ベルトをかけてきますね。こちらのね、三つ星さんの 3PK670。 これね、3PK というのはこの溝が3つですね。で、670っていうのは一周が、67センチってことですね。はい。で、これね、両方ファンベルトもエアコンベルトも一緒のものを使ってるんですね。はい。ですからね、これをね、最初にかけてあります。で、貼ってあげた状態でボルトをどんどん締めていきますね。はい。じゃあちょっとね、そちらの作業やってきますので一度止めます。はい。ここではですね、このバールを使いましてね、テコの原理で、こうオルタネーターをグッと押し上げます。そうするとね、ベルトがある程度ピンと張るんですね。あんまり張りすぎにも注意なんですけれども、ゴムはね、少し伸びる性質がありますのでね、皆さんもご存知の通り、少しね、ちょっと強めに貼ってあげるぐらいがよろしいかと思います。はい。これでね、もう張り調整なんですね。ですからね、例えばオルタネーター交換しなくても、オルタネーターのベルトの張りを調整したいよっていう時は、ここですね、下のボルトを緩めて、ここのボルトも緩めた上で、こうピンとバールとかで、押し上げてあげて、このスライドね、レールのところにの上しか行きませんので、ここの上に来たところで止めてあげると。はい。これね、ある程度しっかり止めないと、あれなんですけど、こう締めすぎもね、ボルトを折ってしまうのでね。はい。そこそこの力でってことですね。で、そうしましたら、今度はですね、下のボルト、上をね、完全固定したところで、今度は下のボルトを完全に固定していきます。はい。ちょっとね、先ほどね、何度も見てもらってると思いますのでね、下のボルトの位置は皆さん確認されてると思いますので、私はそちらの方を今から増し締めしていきます。それ終わりましたら、また次の作業行きたいと思います。はい。そうしましたらね、今、オルタネーター固定した後に、こちらの B 端子とカプラーノをですね、つなぎます。これでですね、一度エアコンのベルトは貼ってないので、エアコンはかけない状態で、一回エンジンだけかけますね。はい。実際ですね、もうこれでエンジンかけると、なんて状態で、これで、バッテリードラップがもう降りちゃったんですね。今はね、つかなくなりました。今はね、オルタネーターが、ちゃんと稼働してくれて、
バッテリーにまた電池を戻してくれるですね、こういう状態になります。これを確かめた上で、次の作業をね、取り出していきたいと思います。これはね、一時的に、こうしただけであって、これを作ってるわけじゃなくて、ちゃんとオタメーターが作動しているかどうか、これをね、確かめるためにやってみました。はい。はい、一度カットします。はい、これでですね、充電といいますか、ちゃんとね、バッテリーの方にね、電気を戻してくれるようになっているか、それからあとベルトがね、しっかり、正回りしてるか、正回りっていうかね、ちゃんと正しく回ってるか、これをね、確かめて、あとベルトの張り具合ですね、これ、を確かめた上で、今度はですね、エアコンのベルトの方を貼っていきたいと思います。はい、エアコンベルトの方もね、かけましたら、テコの原理でバールを入れて、ぐいっと押し上げてあげて、なかなかね、ちょっとかけるところがね、難しいんですけれども、よいしょ。なるべくですね、ちょっと固めに、規定のトルクよりもちょっと固めにね、緩むことを想定して、ちょっと固めに貼ってあげてください。必ずゴムですから緩みますからね。はい。で、まずやっぱこれね、スライドしてる上のボルトからね、オルタネーターの時もそうなんですけども、スライドしてるところからまず固める。で、下の方はその後ですね。はい。これも順番はもう、一応それ守ってください。はい。よいしょ。ちょっと今ね、外れちゃいましたね、もう一回。よいしょ。ほ、うん、これであとまた下閉めて、今と同じように試運転ですね。今度はエアコンをかけて試運転しますね。はい、ちょっとじゃあ下を閉めていきます。ちょっとアクシデントがありまして、せっかく、使わずに取らずにいたですね、クーラントのホースに亀裂が、経年劣化で亀裂が入っておりまして、こちら水漏れしちゃったんでね、ここだけパイプをちょっと変えます。はい、ちょっとね、たまたま僕昔買ったの持ってたもんで、それちょん切って、これをちょん切って使うことにしました。はい、それではですね、またちょっと途中で切ってつなげていきます。はい、見えにくいと思うんですけどね、なんとか、処置しまして、ちょっと、物はね、純正品ではないですけれども、なんとか、これでしのぐようにできました。はい。それではですね、他のね、パイプ類もね、ちょっと戻していきたいと思いますね。後から戻すのはね、これ大変なんでね。はい。で、ここに入ってるやつですね。これね、ちゃんと、パイプとかね、抜いたやつね、ちゃんとやっとかないとね、後で排気漏れですとか、水漏れとかですね、起こす可能性が十分なんでね、事前と事後の、あれですね、処理はしっかりやらないといけませんね。はい。ではね、最後ね、こちらにね、刺しておりました。このパイプですね、これも刺します。よいしょ。何しろね、年数がね、経つとね、こういうところどんどん硬化してってね、パキッといっちゃう可能性があるんですね。ですから、なるべく、ソフトにね、あれですね、やってあげるですね。それかもう、ゴム類は全特化するぐらいなね、気持ちでいてもらった方がいいかもしれないですね。はい。で、はい、これでね、一応大体の戻しは終わったんですけれども、一番のメインのですね、ここの、カバーですね。これをまあ今からやっていくんですけれども、まあ、これはですね、最初取り付けたのと同じような感じで逆のことをやっていけばね、いいので、そこまで難しくはないんですけど、まあ、でも大変には大変ですね。なかなか手が入らないので大変なんですけれども、こちらね、あとこのカバーをつけて、タイヤをつければ、完成になります。一応ですね、まあ、やったところなので、ここは、割愛させていただきます。一応ですね、これでアクティ版、HH5 のですね、アクティ版のオルタネーター交換。
まあこれベルトの交換にもね応用できるかと思いますけれども、今日はやってきました。ちょっとね長い作品になっちゃったと思うんですけれどもね、まあ皆さんあんまりね長いとあれなんで端折ってね見ていただければと思いますけれども、はい、またちょっとねこういったこういう難易度の高いやつもね少しずつチャレンジしていきたいなと思っておりますので、今後とも一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。